ダニエル・タローは日本の男子プロテニス選手。アメリカ合衆国ニューヨーク出身。ATP ツアーでシングルス一勝を挙げている。ランキング自己最高位はシングルス64位、ダブルス351位。身長190センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。エーブル装束。 日本男子史上4人目の ATP ツアーシングルス優勝者。バイリンガルで国際色豊かな選手。英語、スペイン語も話すことができる。5歳でテニスを始める。父はアメリカ人で母は日本人である。14歳の時に名古屋市からスペインに移住し、ダビド・フェレールが所属するバレンシアのアカデミーで練習をしている。2010年にプロに転向。 2012年6月、スペイン F15 フューチャーズ優勝。7月、スペイン F20 フューチャーズ優勝。2013年5月、スペイン F14 フューチャーズ優勝。10月、ポルトガル F9 フューチャーズ優勝。全豪オープンで4大,大大会の予選に初挑戦した。2試合を勝ち予選決勝に進出したが、トマス・ベルシュに5から7、2から6で敗れた。 2月のチリオープンでは予選を勝ち上がり ATP ツアー大会に初めて出場を果たすと1回戦では全豪予選で敗れたトマスベルシオ6から3、6から3で2回戦ではフェデリコ・デルボニソを1から6、7から6、7から6で破りベスト8に進出した。準々決勝ではニコラス・アルマグロに2から6、5から7で敗れた。 四月のデビスカップワールドグループ準々決勝のチェコ戦で日本代表入りを果たした。第二試合でルカシュロソルと対戦し、四から六、四から六、六から三、六から四、六から二のフルセットで敗れ、日本代表もゼロの5で敗れた。全仏オープンでは予選一回戦でマキシモ・ゴンサレスに敗退、ウィンブルドンでも予選一回戦でライアン・ハリソンに敗退したが、 全米オープンでは予選でアレックス・クズネッツオフ、トニ・アンドロイチ、ピーター・ポランスキーにそれぞれ勝利し、初の4大大会本戦出場を果たした。本戦1回戦では、第5シードのミロシュラ・ラオニッチと対戦し、3から6、2から6、6から7で敗れた。4月、ベルチェッリ・チャレンジャー決勝にて、フィリッポ・ボランドリに6から3、1から6、6から4で勝利し、 a t p チャレンジャーツアー初優勝。5月、全仏オープン予選を突破し、同大会自身初、グランドスラム2度目の本戦出場を果たした。第32シードのフェルナンド・ベルダスコと対戦し、3から6、4から6、2から6で敗れた。9月、デビスカップワールドグループプレイオフのコロンビア戦では、日本代表の2番手として出場。初戦のサンティアゴ・ヒラルド戦では、 フルセットに持ち込むも4から6、3から6、6から3、6から1、4から6で敗れた。その後2勝2敗で迎えた第5戦では、アレハンドロ・ファジャニ7から6、6から3、6から2で勝利し、日本のワールドグループ残留を決めた。10月、バレンシアオープンに参加して、今季4度目の予選突破。本戦の一回戦では、ミハルプシシェズニと対戦、から 7から6、6から3で勝利し、今シーズン初の ATP ワールドツアーでの本戦勝利を飾る。11月、日本のチャレンジャー大会に出場し2大会連続の決勝進出。兵庫のアーチャレンジャー大会では、ジョン・ミルマンに1から6、3から6で敗れ準優勝に終わるも、翌週の KO チャレンジャー国際テニストーナメントでは、決勝で、添田剛を4から6。 6から3、6から3で破り、チャレンジャーツアー3勝目を挙げる。翌週のランキングでは、自己最高位となる93位を記録し、キャリア初の ATP ランキングトップ100入りを果たした。年初のチェンナイオープンでは1回戦で、第5シードのギジェルモ・ガルシア・ロペスから第1セットを、トルも6から4、5から7、2から6で逆転負けした。全豪オープンでは初めて本戦出場。 1>, 1回戦でルカシュロソルに6から7、5から7、7から5、7から6、1から6のフルセットで敗れた。2月、南フランスオープンでデニス・イストミンを破り、今季初勝利を飾る。その後、リオオープンとブラジルオープンでは初戦敗退を喫する。3月のデビスカップ1回戦、イギリス戦では第1試合で、 世界ランク2位のアンティマリーと対戦し1から6、3から6、1から6敗れた。その後のチャレンジャー2大会は初戦で敗れた。4月、モンテカルロマスターズで予選を通過し、マスターズ戦本戦初出場を果たすと、1回戦でアドリアン・マナリノを6から3、6から4で破り、マスターズ初勝利を挙げた。2回戦では、第12シードのドミニクームと対戦し、 1> 第1セットを取るも、6から4、2から6、0から6で敗れた。大会後の世界ランキングで、自己最高の85位となった。5月、全仏オープンでは1回戦で、マルティン・クリザンに3から6、4から6、7から5、6から4、3から0とし、第4ゲーム途中で、クリザンが棄権し、グランドスラム初勝利を挙げた。 二回戦では前回優勝のスタン・ワウ・リンカと対戦し、7から6、6から3、6から4で敗れるも、ブレイクポイントを13本セーブするなど、食らいついた。ウィンブルドン選手権では1回戦で、不安モナコに敗れた。8月、リオゴリン出場の基準となる6月6日のランキングは108位で、上位56人には入れなかったが、その後自体者が、 相次いだため ITF 推薦枠で出場を果たす。シングルス1回戦で、第14シードのジャック・ソックに6から4、6から4で勝利。2回戦でもカイル・エド・マンドに6から4、7から5で勝利。3回戦で、フアン・マルティンデル・ポトロに7から6、1から6、2から6で敗れた。デビスカップワールドグループププレイオフのウクライナ戦では、第1試合で、 セルジー・スタホフスキーに7から6、7から6、6から1で勝利した。第4試合も勝利を挙げ、日本はこの0で勝利し、ワールドグループ残留を果たした。3月、ATP チャレンジャーのコパシティグレでは、レオナルド・マイ・エルに5から7、6から3、6から4で勝利して、今季初優勝を果たした。全米オープンは1回戦で、地元アメリカのトミー・ポールに逆転勝ちし、 全米初勝利を挙げる。2回戦で第1シードのラファエル・ナダルに敗れるも第1セットを奪う検討を見せた。9月には拠点をこれまでのスペイン・バレンシアから日本へと移した。BNP ・パリバ・オープンでは予選と本戦1回戦を突破し2回戦に進出。第10シードで元世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを7から6、4から6、 6から1で破る金星を挙げ、マスターズ戦で初の3回戦進出。5月のイスタンブールオープンでは1回戦で、マッテオ・ベルティーニ、2回戦で第4シードのアルヤズ、ベデネ、準々決勝でロヘリオ・デュトラッシルは、準決勝でジェレミー・シャルディーに勝利し、ATP ツアーで初の決勝進出を果たす。決勝で同じくツアー初優勝がかかった。 マレク・ジャジリに7から6、6から4で勝利し、ツアー初優勝を果たした。2020年東京オリンピックでは、相次ぐ上位選手の欠場によりオリンピック出場を果たした。男子シングルス1回戦では、第13シードのロレンツオ・ソネゴを相手に、マッチポイントまで迫るも、逆転負けを喫した。スコアは6から4、6から7、6から7。また、男子ダブルスでは、 西岡義人と組クロアチアのマリン・チリッチ、イワン・ドディグ組と対戦したが敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。